本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。私と申しますと林家木久扇の8番弟子でございまして、林家キリンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。もう本当にね、もうこれだけのお客様集まっていただきまして、まあ、本当ありがたいんでございますけども、まあ、せっかくねこれだけお客様集まっていますので、皆様にお聞きしたいことあるんですけども、私のこと知ってるという方いらっしゃいますでしょうか。もう少し気を使っていただいていいんですか。、まあ、パラパラいらっしゃいましたが、ありがとうございます。まあ、知らない方がほとんどでございますのでね、自己紹介をさせていただきたいと思います。私と申しますと、こちらに名前が出ておりまして、名前が、キリンという名前でございまして、まあ、名前がキリンという名前ですから身長が高いんです。身長がね192センチあるんですよ。いいですね、こう通販みたいな反応大好きでございますよ。ね、そうなんでございます。で、まあ、なかなかね周りに192センチの方っていらっしゃらないと思いますので、有名人でいきますとですね、先場所引退いたしました横綱の白鵬関、ね、あの方は僕と同じ身長192センチなんです、はい、でもっと世界的な、まあ、有名人でいきますとアメリカの前大統領のトランプ大統領、あの方もう僕と同じ身長の192センチなんです、はい、ですから今日本でトランプさんと渡り合えるのは僕しかいないわけでございます。もう頑張っていきたいなと思うわけでございますけどもね。で、まあ、僕のプラス1センチ上の193センチにはですね、今メジャーリーグで大活躍中でございます、大谷翔平選手、二刀流でございますよ。あの方が僕のプラス1センチ上の193センチなんです、はい、たった1センチで年俸が全く変わってくるわけでございまして、もうすごいですよ大谷選手。知ってますか年俸ね。僕スポンサー料とか年俸とかいろんな全部含めて計算したんですよ。そしたらね年間ですよ30億もあってんですよ。いや30億ですよ皆さん。いやいや30億ですよ皆さん、すごくないですかね。いや僕がね30億稼ぐのにこの落語の講座を8回ぐらいになきゃいけませんからね。ね、まあ、早くね頑張ってね大谷選手みたいになりたいなと思うわけで するわけでございますけどもね、まあ、私もこれだけ大きくなったのわけがございましてね、これは遺伝でございます。遺伝ね、私のね父やと申しますとね、お相撲さんだったんです。お相撲さん、ね、で、まあ、今日ご来場のお客様中にはご存知の方いらっしゃるんじゃないかななんて思うんでございますけどもね、私の、父やと申しますとね、大関の記憶にって言うんですけども、あ、知ってますか記憶に。あ、記憶にございますか。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、嬉しいですね。あ、今日のこの反応を見ましたら今日の平均年齢って大体分かりましたけどもね、もう一番やりやすいわけでございまして、そうでございましてね。で、まあ、実家が伊勢ヶ浜部屋という、こう相撲部屋でございまして、で、まあ、父はね、まあ、定年退職を迎えまして、今横綱朝日富士さんに継いでいただきましてね、まあ、先場所優勝しました照ノ富士なんかか、私の、今私のじゃないですね、うちの部屋の力士でございまして、まあ、私はそこで育ちましたのでね、言ってみればですよ、そこの若旦那でございますね。ですからね、皆さん、もうちょっと気を使ってていいんですよ。まあ、そういうわけでございましてね、まあ本当にそういうわけでございます。で、まあ本来ならば相撲をやらなきゃいけなかったわけでございますけども、まあね、ちょっと、まあ僕もやりたいことがございましたからね、まあ、中学高校とですね、ずっと野球やって野球、はい、でね、ピッチャーとしてですね、145キロ、これ結構すごいんです、大丈夫ですか皆さん、これ結構すごいわけでございまして、で皆さんね、帝京高校とご存知ですか。甲子園の常連高校です。あそことね戦ったんですよ。でもね皆さんね、笑ってますけどもね、勝ちましたよ提供がね、本当にね、まあね、もう17対2とかわけのわからない数字で負けまして、で後々聞きましたら相手は帝京高校の2軍だったとございましてね、大変でございますよ。で、まあそれで挫折いたしまして、私は大学に進みまして、大学を2年で卒業いたしまして、この大学飛び込んできた。
酒の癖を上語と言いますがね、その中で一番いけないのが絡み上語。あの絡み上語っていうのは、うちを出るときにこういう飲み会でこういうメンツだ、今日はこいつに絡もうって決めて出てますね。そうとしか思えませんよ。で絡みきれないとね、知らない人まで絡んでくるでしょ。東京でもこっちでもそうですよ。今はそうじゃありませんけども、昔はね、終電間際になると酔っ払いの方向ね、で酔っ払ったやつがその車内うろうろしてるんです。そこへまたね、OL さんかなんかが会社の飲み会で頬をあからめて乗ってくる。で今までモテなかったその腹いすがいっぺんにぶつかるんですね。ブスすげえブス見っけた、おい、ちょっとこっち来いブス、何さこの酔っ払い。いやったな、これは確かに酔ってるよ。だけど俺の酔っ払い明日なら治るんだ。おめえ一生治んねえじゃねえか。思わず座布団一枚って言いたくなりますけどね。いいですね、やっぱりこう人が集うというのは本当にあの幸せなことだなと思います。50% でこう一つずつ席が空いているというような、そういう環境に慣れてしまいましたけども、やはりこの横にこう人のぬくもりがあるというのはね、とても素敵だなと、改めて感じております。またあの私すごく几帳面なんで、ちょっといいですか、あのセンターが若干ずれておりまして、ここでしたね、センターはね。はい、ありがとうございます。これなんか見てて嫌でしょ。私真ん中に座ったのに、なんでこの人ちょっとこっち側にいるのかしらね。ありがとうございます。お嬢様が真ん中でございました。ありがとうございます。本当にこうやって、先ほど円楽師匠が話してくださいましたけども、東京から来る芸人をこんなに温かく迎えていただいて本当にありがたいですね。まあそれもあの笑点という番組のおかげかなと思います。大いで本当にありがとうございます。左大腿骨骨折っていうのをやっちゃいましてね、左側の骨が折れてしまいまして、大腿骨っていうのはあの大体この辺にある骨でございまして、10センチぐらいの金属がこう入っておりましてね、あのおさじみたいな、状態でペタンコなんですね。で10センチございまして、先っちょがちょっと、まあ、おさじみたいに丸くなって、それが骨とくっついてこう私の歩行を助けているわけでございます。でリハビリやってんです。あの正座するのは15分はできるんですけどね、まあ、お話は30分40分でございますから、もうちょっと、まあ、11月の末か12月の半ば頃になったら正座できると思います。もう正座したくてしょうがないんですね。スターは正座にいるもんです。